醜いアヒルの子、醜いアヒルの子は、デンマークの代表的な童話作家、詩人であるハンス・クリスチャン・アンデルセン原作の童話、1843年を発表。アヒルの群の中で、他のアヒルと異なった姿のヒナが生まれた。アヒルの親は、斜面鳥のヒナかもしれないと思う。周りのアヒルから、あまりに辛く当たられることに耐えられなくなったヒナ鳥は、家族の元から逃げ出すが、 他の群れでもやはりミニキーといじめられながら一冬を過ごす。生きることに疲れ切ったヒナドリは殺してもらおうと白鳥の住む水地に行く。しかし白鳥たちの意外な反応にヒナドリは水面に映る自分の姿を見る。いつの間にか大人になっていたヒナドリは自分がアヒルではなく美しい白鳥であったことに気づくとそれまでの悲しみから解放される。ウォルトディズニーカンパニーは シリーシンフォーニーとしてアニメーション短編映画醜いアヒルの顔にど制作公開しているディズニーの動画ではヒナの状態で実の家族である白鳥の母子に見つけ出され保護されている学研映画によって人形アニメーション化され1970年8月1日公開の東方チャンピオン祭り内で上映されたカラースタンダード21分 ありがとうございます。